素晴らしい勝利だったんですけれども、今の気分はいかがでしょうか。아주멋진승리였는데요소감이어떻습니까네감사합니다일단뭐승리해서너무기쁘고요일단뭐그경기에서도많은그뭐랄까제가능준비했던걸좀많이보여주지못해서좀아쉬운경기가됐습니다まず勝てたことには大変嬉しく思います。ただいろいろ準備をしたんですけれども、それを試合で十分お見せすることができなかったのではないか、それが少し残念です。今回63キロで久しぶりの試合だと思いますが、その辺体調はどうだったんですか？이번에63キロ급오래간만에출전을하셨는데요、이부분에대해서몸상태는좀어떠셨습니까？일단은뭐몸상태는컨디션은그경기전까지매우좋았고요오늘도매우좋았지만지금뭐랄까63까지가는지금과정이기때문에일단은뭐63kg 까지시합하는데있어서좀체중조절을잘해가지고앞으로좀더좋은경기를보이도록하겠습니다今回の試合に臨むにあたっては体調はとても良かったです。コンディションは良かったです。ただまだ63キロに向かう過程ですので、63キロに63キロを目指してですね、どん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 ダイエットに励みたいと思っています。相手についての印象はどうでしたか。상대방선수어떻던가요뭐상대방선수뭐투지가너무오늘뭐좋은선수였던것같은데일단은뭐제가그뭐랄까아까도말씀드렸다시피뭐좀잘풀린경기가아니어가지고조금네사실뭐제스스로한테지금많이조금아쉬움이많이남은상태인거지もちろん対戦相手はとても素晴らしい選手だと思います。ただ今回の試合では本当にその自分が思ったほど満足できるような試合ではなかったと思います。それが残念ですね。今後の気持ちとしてはこの63キロでやっていくという形で考えててよろしいですか。앞으로의목표63キロ라고생각해도되는지요。네일단뭐제가체급을진행한게63キロ이기때문에아무튼올해준비를잘해가지고내년에는좀좋은더멋진모습을보이도록하겠습니다はい63キロが目標ですので今年中にですね年内中にそのきちんとその体重を調整をして来年はより素晴らしい試合をお見せしたいと考えていますちなみにこの階級7月に日本でマックスでチャンピオンが決まってますがそういう選手含めて日本人で戦ってみたい選手いらっしゃれば教えてください이올7월에요일본에서맥스대회가있었고일본인선수가챔피언을차지했는데요그챔피언선수를비롯포함해서일본인선수중에대전하고싶은선수가있는지요먼저제가지금63kg에도전했다했기때문에지금63kg에서지금활약하고있는좋은멋진선수들이번에그챔피언이된선수이름이잘기억안나는데아무튼 、네、 그선수와또대전을또하고싶습니다네네まあ、63キロ級ですので、今お話しなさった名前はちょっと思い出せないんですけれども、そのチャンピオンを取った日本の選手ともぜひ一度対戦したいと思っています。名前はヤマト選手という。選手の名前はヤマト。はい、彼とか見てどんな印象を持ってますか？ヤマト選手、어떤印象を갖고계십니까？정말그자기일에도충실하면서또운동에도또충실하는그모습을보고뭐존경뭐랄까요좀뭐랄까요선수로서정말대단하구나라는그런생각이많이들었고저도지금뭐짧은그뭐랄까선수생활은아니지만뭐지금저도지금17년째격식생활을하고있지만그어떻게보면저후배이기도한데뭐운동으로서는하지만그열심히하는모습을보고좀뭐랄까요저도좀감동을많이받았습니다実は私はその選手生活、17年目です、決して短いわけではないんですけれども、そういう意味では大和選手は僕よりは後輩ですよね、しかし、その自分の仕事にも忠実ですし、また運動に、スポーツにも忠実していて、非常にすごい選手だと思います、後輩に当たる選手ではありますけれども、本当に一生懸命努力する姿を見て、感動しました。では改めて地元、韓国でのマックスで勝利を収めたということで、感想をください。이번에한국에서모국한국에서이맥스대회가열렸고요그대회에서이렇게저기승리를거머쥐셨는데요어떻습니까그러고보니까맥스대회에서우승은오늘이처음인것같은데요네그전에맥스를다이제일본에서시합을했었고뭐좋지않은경기결과를보여줬었는데아무튼뭐지난과거는빨리잊고저의그앞으로의그목표를향해서열심히노력하도록하겠습니다
そうですね、韓国でのマックス、まあ、初めての勝利ということになったんですけれども、これまでのマックス大会は全て日本ででした。あまり結果も良くなかったと思います。しかしそれはあくまでも過去ですから、過去は早く忘れて、前の目標に向かってこれからも努力したいと思います。連敗隊、金준기자입니다。오늘게임얘기로돌아가세요。게임에서상대가좀진흙탕근거리에서진흙탕싸움을많이했는데그렇게조금평소의리듬을약간찾지못하는그런모습을약간본것같거든요、네、오늘좀가장어려웠던점이어떤거라고생각하세요？뭐어려웠던점이라면제가뭐랄까요좀말씀하신대로그제거리를좀잡으면서그좀풀어가려고많이노력을했었는데상대가이제좀뭐랄까요좀많이압박하는스타일이라고요물론그렇게하는스타일인줄알았는데뭐제가어떻게보면은몸이오늘좀뭐랄까요제가생각했던만큼몸이좀안움직였던것같습니다네その今日の試合を見てみますと、その対戦相手とかなりその、まあ、泥沼的なその戦いをしたのではなかったかと思います。今回の試合で一番難しかった点は何でしょうか？自分の距離をその維持しようと、常その努力をしたつもりなんですけれども、対戦選手がかなり圧迫してくるスタイルで、攻撃を試みてきました。そのため今回は自分 の, その能力を十分果たしその発揮することができなかったと思います。경기종료직전에그난타전을하셨는데요、네、평소에거의보기힘든장면인데특별한좀의미나의도가있었나요？아마그런상황이되면누구나아마난타전을펼칠것같습니다。왜냐면그마지막그사실10초사인이뭐랄까요내가가장또그심판들에게도또어필하는또시간이기도하고하지만거기서만약에내가밀린다면뭐랄까요판정에서점수를또뺏기는거기때문에저는끝까지그냥지지않고싶었습니다네その試合最後のあたりに、いわゆるそのお互いかなりその、積極的に攻撃を加えたわけですけれども、最初からそういう戦略があったんですか？あのような状況では誰でもそういうふうにしたかと思います。やっぱりその判定においても点数が重要ですからね、審判にアピールする必要もあったと思います。そのために意図的にそのより積極的に攻撃を加えました。여기추가로요체급전향발표이후에첫큰경기한국에서한국하고일본하고다동시에준비되는첫큰경기인데、네、어떤그런경기이기때문에뭔가를좀공격적인모습을보여주고싶었다라는그런의미도있나요？뭐말씀대로그제가체급을전향하고 K1 에서는 K1 맥스에서는첫무대죠。뭐그게뭐다행히도한국이되어서뭐저한테는더기쁘기도하지만만약일본이되었더라도저는뭐물론뭐저스스로가이제그승리를위해서항상링에올라가기때문에아무튼뭐오늘그경기결과에 100% 만족하지는않습니다네その体型を変えてから初めて出場した大きな試合だったと思うんですけれども、そのやっぱりそうした大きな試合を意識してより攻撃的な部分をアピールする狙いはあったんでしょうか？まあそういった部分もあると思います。私が体型を変えてから初めて韓国で行われる大きな試合でしたからね。しかし日本でそれが行われたとしても、やはり同じく努力そのベストを尽くしたと思います。ただ今回の試合に、その 100% 満足しているわけではありません。